ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、まあ、とても毎回偉そうに言っていっちゃうんですけどエニアグラムの歴史、電波、どう発展したかみたいな話をドン・リチャード・リソさんの性格タイプの見分け方と、あとはこちらもドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析からちょっとご紹介できればと思ってるんですけども、なんかいろんな歴史みたいな感じですか、ね、歴史みたいな感じですね。要はエニアグラムの本、いろんな本で、その結構捉え方が違ったりするじゃないですか。例えばその方内、カレン方内さんが見つけた、自己主張言う理由は、がこのドン・リチャード・リソさんの本と、このエニアグラム入門っていうので、その7がこちらだと融和のグループに入っていて、1が攻撃型っていう形で3、8、1が並ぶんですね、この本だと。それは方内として、方内という書き方じゃないです。じゃあ方内じゃない可能性もあるんですね。そうですね。ただこちらでの分け方と微妙に違うっていうのが、まあ多分この流れの中でどう教えられてきたかで、そこをどう抽出したかで多分違うんですよね。で、まあ、それがなんでその流れがあるの、どんな流れがあったのかっていうのを知っていただければなと。でまたそのそれをどう解釈すればいいかっていう話ができればと思っております。後から多分追加してるんですよね。追加なのか、この方内、カレン方内って心理学精神が多分、でも年代的にはまあそうですね、リソさん、心理学者、心理学者でフロイトの派閥ので、そういうエニアグラムの研究をしている中で、まあ、科学的試験これは方内じゃないかみたいな感じで取り入れたんじゃないかなみたいな。あ、で方内さんが名付けたものをリソさんが紹介しているっていう話かも、だとは思うんですけど、取り入れたっていうか、それをもともとはこのスピリチュアルじゃないですか、宗教的な部分なのをこの辺で多分ちょっとアカデミックな感じに融合してたみたいな。はい、でそこはじゃあちょっと順を追って、はい、はい、現代のエニアグラムの発展において主要な人物はゲオルギー・イバノビッチ・グルジェフですと。この方は1877年生まれで1949年に亡くなった方、よく出てくるグルジェフ、はい、で主に2人いるんですけども、グルジェフともう1人オスカー・イチャーソン、この方は1931年生まれとあります、ここでまずエニアグラムはイスラム教のスーフィー聖職団、ナクシュバンディ教団、戦いに来そうですっていうところによることを疑う理由はないようです、とおっしゃってます、ここが元だっていう。そうですね、イスラムのスーフィー派とか言ってよく言いますよね、はい、でイスラム教のスーフィー聖職団のナクシュバンディ教団というところを疑う理由はないと、ここが発祥、ここが発祥なのかどうか分からないけど、ここを経営していることは間違いない、ここ経営している方は間違いないと。で、このスーフィーがエニアグラムをどう利用したのか、9つの性格タイプの理解が我々と同じであったかどうか、でまたこのグルジェフっていうこの西洋人ですね、この方がどうその秘密に導かれたのか、どう知識を加えたのか、っていうのは疑問が答えられないまま残ってますと。でこれからも回答は得られようにありませんと。いないし、もう調べ、今できる形で、今というか、ドン・リチャード・リストさんが調べられる形で調べたから、でグルジェフさんが、弟子たちに基本特質、その知ることはできませんっていうのは、はい、グルジェフがなんでこれはこういうふうになったかっていう説明をできることはない。あ、じゃなくて、グルジェフもういない、ね、いなくて、グルジェフがグルジェフのこう理論としてこう発表してるわけですよね。で、それをなぜそうなったかっていうのを説明できる人はもういない。いないっていうことですね。って話ですよね。はい。し、もう残っ、リソさんが、いや、もしかしたら、その世界のどこかで見つかりましたっていうのは、これから、まあ日本の歴史でもありますよね。文献がありましたとかはあるかもしれないんですけども、もう今分かるところではこれが全てです、ね、ですっていう形ですね。でグルジェフさんは弟子たちに基本特質、人の現在の賢治
について教えたと言われています。それはまあ一人一人が愚か者のどれかであるっていう、あのこの我々の動画でも一回そのとらわれの部分だけを紹介した動画があるんですけども、それまたあの概要欄に載せておきますが、それぞれがどんな愚か者かっていうことを伝えたのがグルジェフさんです。でグルジェフさんはそのいいところは言ってない、特に今なんかその気質の輝きはってやるんですけど、いいところが注目されてます、はい、それは人を型にはめる行為だ、でも悪いところも人を型にはめるまあそうなんですけどね、なのでグルジェフさんは、うん、エニアグラムって人を型にはめるもんじゃないだろう、うんうん、成長するためのものを、だからどんな愚か者かを知りなさい、うんうん、っていう形でしたと。そこから抜け出せってことですよね、はい、っていう私は理解をしています、うん、ここもなんか違うって言われるとそうかもしれないので、うん、まあ、手放せ、はい、私はグルジェフさんのやつを読んでそう理解しています、うん、ただ、まあ、この人もあまり本を残していない、うんうん、全てが講義なんで、うん、講義録とかはで本であるんですけども、うん、難しいんですよ。今だったらね、はい、動画で全部残ってそうですよね、はい、もうで読んでもわからないんですけども、うん、そのグルジェフさんの教えを弟子のウスペンスキーって人が本を残してるんですけど、うんうん、それは今でも買うことができます、うんうん、ただ買ったんですけど、うん、600ページぐらいがすっごい細かくて、うん、ちょっとまだ途中です。また追ってと思ってます、はいはい、ここにもあるんですけども、うん、まあエニアグラムのシンボルありますよね、あの形、うん、あれはそのかなり最近まで口伝によってのみ伝えられてきましたと、うん、書かれたイスラムの資料や秘伝文献に見られないと書いてあります、うんうん、またグルジェフかイチャーそのいずれかが自分でエニアグラムを発見したのだとしたら驚きですと、うん、2人ともそうは言っていませんし、うん、エニアグラムの質は作られたものというより発見されたものであるからですと、うんうん、まあ、数学と一緒ですね、発見されたものですと、うん、で一番初めにエニアグラムの形を記したのはグルジェフさんと言われてるんですけども、うん、ここにですね、そのボリビアの神秘家オスカー・イチャトさんはですね、うん、アフガニスタンを旅行中にエニアグラムを発見したと言っていますと。で彼の主張としてはグルジェフの体型を学ぶ以前にトランス状態で彼に明かされたものであると主張しています。要はグルジェフさんのやつを学ぶ前にアフガニスタンを旅行中にひらめいたみたいな、ひらめいたのか何かを発見したのか、どっかに書いてあったんですか、はい、分からないです。壁画とか、はい、でいうこの2人がエニアグラムでとても重要ですと、うん、でこのオスカー・イチャートさんが1970年にアメリカでアリカ研究所というのを設立しましたと、うん、でこのアリカ研究所で人間変革のための学校の授業の一部としてエニアグラムを教え始めましたと、うん、まあ、そこからまあいろんな人に伝わるので、まあそれはいろんな考え方がそこで加えられますよね。まあ、僕なりの考え方を加えてますからねでここにクラウディア・ナランホという精神科医がオスカー・イチャートさんの弟子として加わりますと、うん、ナランホ聞いたことあります、聞いたことありますよね、うん、で研究を共に進めるんですけども、うん、途中2人は決裂します、うんうん、でクラウディア・ナランホさんが、うん、ロバート・オックスというイエズス会の司祭に伝え、このロバート・オックスという人がイエズス会のまた司祭たちに教え始めた中にドン・リチャード・リトさんがイエズス会で学んだという。イエズス会はキリスト教ですね、はい、なんでこのエニアグラム入門というこの本はその全てがそのキリストはどうであったからタイプ6の素晴らしい面はここだみたいな。でもイスラム教とかじゃなくてスーフィー、スーフィーでもまあイスラム教もキリスト教も一緒だって言いますもんね、うん、神様はもと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 はアラ、こっちはアラ、アラですね、ごめんなさい、その宗教の話になるとちょっと難しいんですけども、はいはい、ごめんなさい、この辺ね殺されちゃいますよ間違えると。間違え、まあいいんですよ、いいんですよっていうか知らない人ですから、はい、うん、教えてくれればあそうなんですねっていう、うん、そこはまたじゃあ追ってですかね、はい、追ってなのか追ってなのか分からないようなのか、分からないでおしまいなのか、はい、うん、分かる人がいたら
そのまあ、今は流れです、うん、流れですで、はい、ドン・リチャード・リストさんがエニアグラムに初めて出会ったのが1974年で、うん、生まれた年じゃないですか。私生まれた年です、はい、でガッと学び始めたのが1975年だっていう話をしており、うんうん、多分、うん、カレン・ホーナイさんのものを取り入れてるっていう、うん、ドン・リチャード・リストさんがカレン・ホーナイさんのやつを取り入れてるっていうことは、多分、まあ、カレン・ホーナイさんは多分どこかこの辺でこの辺の 人なんだろうなと。カレン・ホーナイはウィキペディアによると、はい、1885年生まれ、あと1952年に死んでるの精神科医だとすると、多分全く別のところのものを取り入れたのかもしれません、うん、ちょっとこの辺ですよね。はい、そうですね。のなんかシーン・フロイト派、はい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 、だそうです。でドン・リチャード・リストさんがまとめたものを、うん、結構我々は、うんうん、そればっかりをずっと読んでるような気がしています、うん、だグルジェフのこれを、まあ、これに当てはまる方内当てはまるんじゃないかみたいな感じでそこの説明をしてったみたいな、ね、はいはい、でなんかまとめた人ですよね、はい、きっと。でドン・リチャード・リストさんはとこの性格タイプの分析の中で、うん、エニアグラムについての本が次々と出版されるに及んで、うん、どの本が伝来の口伝を真に伝えているか、うん、どの著者がどの詩について学んだか、うん、初期のアリカの流派、うん、これは暗に基本的と同義に解釈されてきた、うん、要はこれが基本的と言われている、うん、でそこからまあエニアグラムの提示法がどのように変化したか、うん、さらにはエニアグラムは そもそも心理学体系なのか、うん、精神論の体系なのか、うん、といった問題に関して議論が巻き起こっていますと、うん、ただまあそれは本によって重きを置く側面が異なっているからであると。心理学と精神、心理学と要はまあ科学的なに説明できるのか、うん、いやスピリチュアルなものだから僕は一緒な気がしますけどね。はい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 、うん、僕はどっちかというとあのスピリチュアルの方に寄ってます。スピリチュアルも科学も一緒だと思ってる。ああなるほどしかし、うん、エニアグラムの心理学側面と精神論的側面に境界を設ける必要はどこにもないと、うん、さあ僕そんな感じおっしゃる通り、うん、でエニアグラムは、うん、その両方をすでに、まあ、含有し持っていると、うん、すなわちエニアグラムが極めて洗練されたやり方で正確に映し出しているものが人間性であり、うん、その人間性っていうのは両方を持っているからであると、うん、科学的に説明できるものもあるし、うん、スピリチュアルなこともあるしと。僕はでもその辺は一緒、はい、なので、でこの人もリストさんも、うん、境界を分ける必要はないと言ってで、こう事実は一つのわけじゃないですか、はいはいはい、真実は一つ、はいはいはい、でそれを科学で証明できるかどうかは別の話じゃないですか、うんうん、その科学技術の人間の科学技術の知的レベルの問題、はい、全てを解明できる神レベルの知識になれば、このスピリチュアルも科学的に証明できればスピリチュアルは科学ってなるわけじゃないですか。あ、なんか、うん、インターステラーみたいですそうってなると、まあ、そこで分ける必要は全くない。まあそうですね。ただまあリソさんのおすすめとしては、うん、まあエニアグラムとしてはその心理学側面から入っていくべきであろうと、うん、私たちの心の持ち方が自分の精神性を特徴づけてまた形づけるからであると、うん、でその観点からすればエニアグラムは性格のタイプを説明する体系の一つ、うん、言い換えれば古代の心理学的類型論、うん、あるいは人間の個性を理解する方法の一つに過ぎない、うん、しかし心の持ち方は精神性ではないし、精神性は心の持ち方ではない。これちょっと難しいですね、うん、ただまあいろいろあるけども、うん、よくなんかその仏教論争、釈迦の恥なんて言うじゃないですか、うん、要は仏教のどこかとどこかが対立すると、うん、それはお釈迦様の恥だよみたいな言葉があるんですけど、うんうんうん、いやその流派によって何が正しい、うん、どっちが合ってる、どっちが間違ってる、うん、っていうことに対してリソさんはその、まあ、その心の持ち方っていうのと精神性、うん、要は心理学か、うん、精神論かっていう、心理学と、あ、ごめんなさい、
と同じようにその、うん、エニアグラムの流派が最もどこが正しいかっていうのを、うん、もうまた間違ってますよと。心理学と精神学の区別がよくわかんない。あ、ごめんなさい。じゃあそこそうそうちょっと今断られるとちょっと置いといていいですか。はい、はい、うん、いくつか対立する流派の中でも、うん、そのどれが本物かって明言するのは難しい。例えば、うん、アリカの示したエニアグラムが古代スーフィーの理解の仕方を正確に反映しているかどうかを断言するのは不可能であると、うんうんうん、またそれを知るには古代スーフィーの源、要はスーフィーまで行ってまたさらに源、うんうん、あるいはさらに古代に遡ると言われる源を見つけて最も初期の教えを発見しなければならないと。しかしまあその5000年近く前のバビロンまで教えを遡ったとしても、それが必ず究極の真実であり、誰もが受け入れなければならない普遍の教えなのかそれが、と。そんなことはないと。そう、いや5000年まで遡ってそれが真意ですって言われて、真意かっていう話ですよ。そう、ここに神でもいない限りは真意じゃない。そう、まあ、ニーチェは神が死んだって言ってますけどもでなのでこうその段階で発展させてきたんだと僕は思うんですよね。あ、そうですね、うん、なんでそのエニアグラムの起源を見つけるのは、うん、おそらく不可能であろうから、うんうん、私たちはこの素晴らしく豊かなシンボルの現代の解釈法を自由に探してよい、うんうんうん、とリソさんは言ってる。で多分ここからもまた進化していくんだろうなとは思いますよ。まあいろんな、うん、その精神学的な見地が含まれていくわけですから、そうですね、いろいろこう科学的に分かることも増えてくるわけじゃないですか。はい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 。でその度にこうどんどん進化していくで、うん、まあ全てが等しく妥当だとは言えないかもしれないが、うん、全てに耳を傾ける必要はあるだろうと、うん、というところで、うん、まあなんでその我々、まあうんM8 ではこのエニアグラムの本も紹介してますし、うんうん、基本はリソさんの本なので、うん、なんでこの回はタイプ7が融和タイプっぽいところに入ったりしてるみたいなことはあるんですけども、うんうん、それは何て言うんだろう、どちらもエニアグラムの話、耳を傾けるべきエニアグラムの話ですと、うん、説もあるっていう。そうですね、まあ、どこかの人がその時の教えを出した、うん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 、でそれは別に読んでても違和感は特にないんです、まあ、そう捉えることもできるよねみたいな、はい、タイプ7空気を読んで、うんうんうん、っていうふうにあって、うん、その中にこの説明をまたちょっと概要欄に上げとくんですが、うん、全然妥当性は感じられるんですよね、うんうん、この本の説明ではこっちとね争わせると違うじゃないかみたいな感じにはなるけど、そう、でそれを違うじゃんっていうつもりは全くないし、うん、いやそれその教えが人の役に立つんだったらそれでいいじゃんとは思うんですよね、うんうん、なんでまあその、はい、心理学とスピリ、うん、精神とかのわけがわからない精神論っていうのはスピリチュアルなんですか、はい、精神も心の一部。あ、僕のスピリチュアルのイメージは宗教的なイメージですよ、はい、神がいて、うん、神がなんか作り上げた、だからこう、はいはいはい、中世の時代とか神が絶対だったじゃないですか、まあうん、ダヴィンチとかが言ったら異端派とか言って糾弾されるような時代、はいはい、ああいうなんか神的な神秘的なものがスピリチュアルっていう不思議なパワー、はい、だって精神って人間の心の中のものみたいなものって心と一緒じゃないのかなみたいな。でもなんか、うん、神様はいないと思ってます。神様は神様、キリストってことですか、釈迦。いやいや、あの人たちも私が神であるとは言ってないですよね。キリストやめましょうか、これはこの流れで言うのはやめましょうか、うん、はい、あ、全然やっても、あ、要は今の話だと、うん、今は何が言いたかったかが僕ちょっと理解できてなくて、うん、神様はいないって言ってるんですかって。神様は創世主はいないと思ってます。あ、いないと思ってるんですね。人は神が作ったものだっていうのが宗教的な考えじゃないですか、はい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 、キリストとか、うん、創世主がいてその人たちが自分に似せて作ったのが人だ、そんなことはないだろうっ
ていうのは科学的にもって思ってる、はい、僕は別にその辺は、うんうん、あのちょっとバランスを見てですね。あでもあの そうではないとも言っときます。そうではないというと、あんとなので僕は結構スピリチュアルなよりな考え方もするのは、はい、こう知的生命体は何かの意思によって生まれたみたいなことは思うんですよ。はいはいはい。その遺伝子と遺伝子、こう素粒子じゃないですか。そういったものは何かの意思によってこう結合して素敵なものが生まれて進化していったみたいなスピリチュアル的な考え方はするんですけど、神が作ったみたいなのはにわかに信じがたいみたいな、まあいろんな考え方の人が、うんうん、あ僕は別にどっちでもいいんですよ。まあどっちでもいいんですよ。どっちでもいいけど、こうそれの方がロマンがあるなっていう感じです。あ、うん、まあ、この辺はね、うん、なんかそのここの流れで言うのはちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、哲学の話、はいはい、あのヤムチャさんっていう人が書いた哲学の話がとても面白くて、うん、またちょっと、はい、どんな哲学者がこの時代にいてみたいな、うん、どうこういうのって面白そうな気はしますけどね、で多分、うん、いやこういうエニアグラム、うん、いやもう考え方じゃないですか、はいはいはい、だといろいろ関係してるんだろうなと思って。関係してるっていうのはスピリチュアル、要は宗教と哲学、うんうんうん、で、うん、これって何でしょうね、エニアグラムって。この宗教も変わってるわけじゃないですか。そう、この科学が未発達の時には神がいてみたいなことが絶対的に信じられる。でも多分それを哲学は否定するんですよね。そう、否定して、こっち側で。で、そう、科学的な知見から地球は悪いってことを言い出したりとかすると、で、またここの間を取り持つ、まあまあみたいな人もいたりして。そう、で、こう、だんだんこの科学が本当だっていうのが分かってくると、その宗教も変わってくるわけじゃないですか。はい、これは本当かもしれないみたいな。本当はこう神が作ったこう皿みたいなところに人々は住んでるみたいなことが信じられたんだけど、なので、こう、宗教もこう進化はしていくと思うんですよ。まあまあ、あの、うん、予定調和のない中で、はい、撮ってますので、はい、最後ちょっと話がそれた、それましたけども、はい、まあ一応全部挙げて、うん、まあそんな回があっても全然いいかな、はい、はい、いかがでしたでしょうか、はい、とりあえずエニアグラムは、うん、そんな流れでしたよっていう、あのどんな理解をしても良い、うんうん、そう、どんな理解をしてもこれが基本がなんとなく分かっていれば、うん、どんな理解をしても良い、うん、そう、だからこう誰かを否定したり、その意見を否定したりするようなものでもない、ね、そうですね、うん、ただまあ人間、人の役に立てばいいなと思って、うんうん、はい、我々はやってますと、はいはい、というところでした。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。